こんにちは、井村茂樹です。今回は雨の物語をアレンジしてみました。伊勢正三さんの作詞作曲で、イルカさんが歌うことで、より多くの人たちに親しまれた名曲だと思っています。で、今回のアレンジは作っていて言うのもなんですが、中級者向けになってしまいました。一番の原因っていうか理由は、テンポが速い、意外とテンポが速いで、左手も右手もそこそこの技術が、テクニックが必要なアレンジになってしまいました。申し訳ありません。ですが、解説動画を追いながらゆっくりゆっくり初心者の方は練習していただければ1年後ぐらいには弾けるようになるんではないかなと思っています。歌う速度で弾ければ中級者です。いつものようにまず演奏を聴いていただいて、後半で解説をしています。合わせて僕のホームページから、簡単な楽譜をダウンロードして印刷して使っていただけるようになっています。動画と合わせて練習してみてください。それではどうぞご覧ください。こんな感じです。それでは解説に入ります。動画のこの辺りに数字と音階が出ています。数字は弾く弦を表していて、例えば1の欄にラとあれば1弦の5フレットのラを弾くことになります。で、4の欄にラとあれば4弦7フレットのラを弾くことになります。で、それは管弦楽譜の中にも数字で弾く弦を表していますので、合わせて参考にしてください。それではイントロから始めます。人差し指で1弦5フレットのラを押さえて6弦と一緒に弾きます。で、スライドさせます。ここは1弦5フレットのラを弾いて薬指で C を叩いて弾く。ここは
4弦の2フレットのミを人差し指で押さえておくっていうことがポイントです。で、中指でファのシャープ1弦2フレットファのシャープで弾いて薬指でソを叩く。ここは3弦の2フレットのラを人差し指で押さえておいて中指で3フレットのシのフラット、ここを叩いて弾く。4弦の1フレットレのシャープから2フレットのミにスライドさせる。メロディー A に入ります。この最後のこのアルペジオは、今回の曲の中でよく出てきます。親指、人差し指、中指、薬指、中指。この最後の B マイナーになるんですけど、7フレットを人差し指で全部押さえておいて、5弦の9フレット、4弦の9フレット押さえて、上から順番に6弦から順番に6、5、4、3、4、2ポイントは最初に中指で2弦3フレットのレを押さえておきます。そのまま人差し指で2フレットを全部押さえます。6弦から1弦まで全部押さえておいて5弦のシと1弦2フレットのファのシャープ、これを同時に和音で弾いておいて一度離します。でミーレーミー、もう一度押さえてここで B マイナーの形を作って ここから A メロの頭に戻ります。ここからちょっと B メロに移る前に変わります。ここからが新しいメロディーですね。ここからメロディー B に入ります。
ここのポイントはここのの時にこの1弦3フレットの層を小指で押さえておくと、そのまま C へ持っていきます。でそのままドポイントは1弦の5フレットのラと、2弦の7フレットのファのシャープを押さえたまま小指だけで、とメロディを刻んでいくんですが、意外とこう簡単そうに見えるんですが、慣れないとちょっと難しいかもしれません。ちょっと練習してみてください。このポイントがこの曲の中では一番難しい難所だと思っています。ここはゆっくりだと弾きやすいんですが、意外と速いと非常にちょっと難しいかなと思っています。でこのリズムですね、ラを弾いてドで、6弦から ここが少し、かなりかな、難しいと思いますので、よく練習してみてください。中指で5弦2フレットの C を弾いて、7フレット3弦2弦の7フレットでハーモニクス、ここから間奏です。4弦9フレットの C から7フレットのラにスライドさせます。で G シャープマイナー、 F シャープマイナー、感想はこうなります。
ですけども、薬指で2弦5フレットのミで、人差し指で2弦3フレットのレ、押さえを同時に押さえて、この薬指で押さえたミを弾きます。で、中指で3弦の4フレットの C を弾きます。そのままスライドさせてラで、それを弾いてソで、ファのシャープで、Eマイナで、もう一度 B メロに戻るわけです。繰り返しの B メロは1度目と同じように弾いていただいたら楽譜でもそうなってるんですが、僕は演奏の時に次に1度目はって弾いてたものを2度目はという弾き方をしています。 C をちょっと足してます。ちょっとだけ変えてます。エンディングです。 B メロが、弾き終わったらここからエンディングのポイントはスライドです。スライドが何箇所か出てきます。まず1弦3フレットのソ、2弦5フレットのミ押さえて、それをスライドさせます。ラとファのシャープに スライドです。レとファのシャープをドとミにスライド、シとレをラとドにスライド、ここがエンディングの聞かせどころになるんじゃないかなと思っています。で、最後ここは、6弦のミ、4弦のミ同時に弾いて、この中指で押さえたミを弾いて、もう一度ミを叩く。で、ハーモニクス。こうして終わります。はい、いかがでしたでしょうか。次回はですね、もう少し、テンポがゆっくりなスローな曲を選んでアレンジしてみたいと思っています。またどうぞお越しください。今日はどうもありがとうございました。それではまた。